特別にこのヒロムちゃんが来ましたよ。このヒロムちゃんが一撃で倒してしまうけどね。どこ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 やったんじゃないですか。やってやるか、おい。行くぜ、おい。どうしてこんなところにサファリが。東京のど真ん中のはずだぞ、ここは。どうやらこの丸の内にギガントで見られる新しく発見された恐竜ギガノトサウルスが迷い込んだようなんです。サファリガイドのアンナこと樋口ひなさん、リックこと山本翔馬さんのお二方がいれば力強いと思い、今回お呼びさせていただきました。本日は駆けつけていただきありがとうございます。なるほど、そういうことだったんですね。サファリガイド役アンナの樋口ひなです。よろしくお願いします。リック役の山本翔馬です。よろしくお願いいたします。今回はね、たくさんの恐竜がたくさん登場するの で、 そ、 で、ね、はい、その恐竜たちこのドラマにもぜひ注目していただいて、楽しんでもらえたらなと思います。はい、ギガノトサウルス探しに行ってまいりましょうか。そうですね、そうですね。何の音だ。もしかしてギガノトサウルスが近くにいるかも。もうどこからだ。外からじゃないか。どこだ。どこだ。どっちかな。近づいてきてる気がします。どんどん音が聞こえますね。なんだか皆さん、こんにちは。こんにちは、記者の皆さん、こんにちは。そしてお買い物中の皆さん、それから飲食をされてるお客さん、こんにちは。新日本プロレスの高橋ひろむと申します。うわー、すごい、来ちゃいました。あ、どうもどうも。ギガノトサウルスに会ったことがあるんです。おお、会ったことがある。あれね、皆さんじゃちょっと太刀打ちできないわ。だからね、今日は特別にこのヒロムちゃんが来ましたよ。あいつめちゃくちゃ強いんでね、皆さんも気をつけてください。本当に来るかもしんないからね。ここにガオって気をつけて、気をつけてね。本当に誰しも一度は恐竜っていうの憧れを持ったことがあると思うんでね、それが実際目の前に出てきた瞬間、この肌の感じ、動き方、これはまさしく本物です。皆さん、本物の恐竜に会えるのでぜひ楽しみにしてください。なるほど、力強くありがとうございます。はい、本物です。そうですね、どこにいるんだギガノトサウルス。まさかこのヒロムちゃんを見ておじけづいてるんじゃないか。あ、まあギガノトサウルスが出てきたところでこのヒロムちゃんが一撃で倒してしまうけどね。さあギガノトサウルス、来れるもんなら来てごらん。ほら、やっぱ来ない。どこ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 やったんじゃないですか。あっ、あんな、こっちだ。よし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 、危ない危ない危ない、危ないよ。皆さん、ちょお二人危ないんで避難してください。ここは俺が何とかする。おいし、じゃあよし、なるっすか。それではヒロム選手、ギガノトサウルスとの熱いマッチお願いいたします。じゃあやってやるか、おい。じゃあ、おい、かかってこい、ギガノトサウルス。おお、危ねえ、危ない、来い来い来い、俺やってやるよ。気をつけて。カモカモ、来るぞ、来るぞ。あんない、気をつけて。おいだー、あー、やられた。まずい、危ない。これはまずいですね。サファリガイドのお二方、ギガノトサウルスをなんとかできないでしょうか。どうにかできないですかね。レンジャー、レンジャー、ごめんなさい。ギガノトサウルス、
トサウルスは落ち着いたよね。ああ、よかった。一安心だわ。痛え。